高山光三は、日本の政治家。広島県小原市長。元広島県議会議員。広島県被馬郡登場長出身。1972年3月、ストック高等学校卒業。1976年3月、日本大学経済学部卒業。1995年4月、広島県議会議員選挙に自由民主党公認で。 日馬軍選挙区から出馬し、初当選。1999年に2期目の当選。2003年に3期目の当選。2005年3月31日、小原市、日馬軍最上町、東上町、口和町、高野町、日和町、高野軍総領町の一市六町が新設合併し、新生の小原市が誕生した。それに伴い、日馬軍選挙区は、 小原市選挙区に統合された。選挙区統合後初めて行われた2007年4月の県議選には無所属で小原市選挙区から出馬するも落選。同年4月、株式会社大職共有乱戦の代表取締役に就任。2012年10月、同社の代表取締役を退任。二千十三年四月の小原市長選挙に無所属で出馬。 現職の小原市長である滝口末彦の支援を受けて選挙に臨み、新人二人の候補者との争いを制し、初当選。時点の候補者とは26票差であった。同年4月17日、小原市長に就任。2017年4月に期目を目指して、小原市長選挙に部所属で出馬し、再選。2021年4月、 小原市長選挙に無所属で出馬し、参戦。ありがとうございます。